久保さん、ビットコインの美にしましょうか。なんかね、久保さんの、あのー、動画がまた流れまして、昨年の夏を思い出したのが仮想通貨をぼやくみたいな、暗号通貨をぼやくみたいな。ビットコインなんか半額以下になってますね。なんかあと、ね、あの、久保さんが押してたエイダ、カルダの、これもこかなり探してますね。まあよくわかんないですね。<laughs> まあすみません、僕仮想通貨やってないんで。<laughs> まあ持ってる人はね、あれでしょうね。 まあ、こんだけ、こんだけなんかよくわかんない、よくわかんない、とこに希望するんだったら、今日なんか動画撮った方がいいんじゃないかなっていうね。<laughs> 逆にこの思い出動画を撮った方がいいんじゃないかなっていうね。<laughs> うん。まあ、これは人間の縮図でしょうね。まあ、僕はまあ、地道にコツコツと現実を作ります。仮想通貨の現実は日々、あの、 目まぐるしい変化で誰も予測難しいと思うんですけど一つ予測できることがあって予測というか今日やれば今日今日一本動画撮れば一本動画できるってことですねいってらっしゃい